はい、今回はねこちらのトミカ誕生記念コレクション98、トミカ絶版の名車復刻第2弾を開けていこうかなと思います。こちらは第2弾ということで第1弾も持ってるんですけど、ちょこちょこっと紹介したんですよ。そちらでこれ全然開けてなかったんでね、一緒に入手したんですけど、めちゃくちゃ箱はボロいっすね。はい、でこちらこれね、経年劣化で割れてたりするんですよね。取り出すのは怖いんだけどね、開けていこう。これあ、そう、トミー時代ですね。なんで定価はね2500円だって。私多分っていうか1000円ちょっとぐらいかな、入手したと思うんですよね。なんで1段200円、ね、多分オークションなんかでもそんなに高くないと思います。ホンダ1300クーペ Q、 かっこよ、わ、かっこいいねこれ。私これこのキャスト初めて手にするわ。いや、いいっすね、かっこよ。あ、懐かしいロゴだね。でメイドインジャパンなんですよね、このシリーズ。第1弾もそうですね。で60分の1、おお、これいいね。いや、昔のトミカ集める人の気持ちもわかるよね、やっぱ。開いちゃうよ。いいっすね。やっぱこういう復刻版で手に入れるのが一番いいかな。やっぱオリジナルだとね、めちゃくちゃ高い。戻すのが怖いな。後で慎重に戻しましょう。で、これが、出ない。よいしょ。はい、こちらサニー1200クーペ。お、なんかあれだね、今時っぽい感じだね逆にね、グラちゃんっぽいとも言うけど、逆に今リベットのね流行ってますよね。これもかっこいいの。これが、56分の1ですね。色もいいしね。これめちゃくちゃいいじゃん。かっこよ。開きますね。こんな感じね。おー、いいね。あ、いいっすね。で、次こちら行こうか。出ない。よっ。難しいんすよね。経年で固まってるんすよね。あ、取れない、マジで。無理に出すと塗装が剥がれちゃうし、これが破れるんでね。これが、トヨタスプリンター SL。これ、あれだね、昔親父が乗ってたっすね。なんか変なこんな色だけど、こんな感じの色だったような気がする。スプリンターって今の人は馴染みないですよね。昔あれですね、トヨタカローラとトヨタスプリンターとあったっすね。はい、だからなんで、結構街中でもスプリンターっていう言葉見かけてたんですけど、今もうないですからね。いいね、かっこいいね。開いちゃうね。こちらが59分の1メイドインジャパン。はい、まあ復刻版だけどね、全然いいよね、こうやって手に入れられるの。そうそう、で 6台入って2000、定価2500円って当時でも高かったんじゃないかな。今だといくらぐらいするんだろう。これが、あ、すみません、ローレル 2000GX すいませんね、ごちゃごちゃ喋って紹介忘れてる。これもローレルってあったね。あ、逆に今の若い子たちも詳しいかもしれないですね、旧車。こちら62分の1ということで、いいね、
やっぱいいわ昔のトミカ。結構だ、ね、オリジナルだと高いんだろうね。で、コロナ 1700HTSL 重いもんな。全部金属製ですかね本体は。これがね、60分の1だ。1974って書いてある著作権。すごい古いキャストですよね。これはね、第1弾の方がね、豪華というかね、トヨタ 2000GT なんかもあったりして、人気あると思うんで、そっちはちょこっと単品で紹介したと思うんですけど、今度、また、こんな感じでまとめて紹介してみようかな。で、スバル R2。あ、これ、ボンネットが開くのかな。おー、何もないけどね。むしろ何もないけどね。あ、でもこんな塗装細かいっすね。はみ出してるけどね。いや、全然いいよ。いいっすね。これだろう、やっぱこれかっこいいよな。多分今の目線で見ても全然かっこいいっすよね。まあという感じで、こんな6台セットで、ね、手に入るっていうのは、多分ね、オークションなんかでもね、全然安く手に入ると思うんで、おすすめですね。オリジナルにこだわらなくて昔のキャストで、かつ日本製ですからね。全然、もしよかったらね、探してみてください。結構出品されてると思うんですよね。はい。あ、で、これあれだ。あ、そんな感じしないね。なんか新品の手触りだ。保管品かな？多分一度開けてはいるけど、そのまま保管してたって感じかな。これで飾りたいね。いいね。いいっすね。はい。って感じね。はい。でした。たまにはね、こういった昔のトミカもね、紹介したいなと思っております。ミニカね。やれる範囲で集めておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、以上です。ありがとうございました。